はい、ではちょっと初歌唱かもしれなくて歌えるかわからないんですが、松田聖子を抱いて歌ってみます。
これ浮気を疑ってるっていうことなんですかね。だから不安にならないようにね、え、嵐の夜はベッドで抱いていてっていう、すごいびっくりして斬新な歌詞で、私だったら多分そうならないですね。なんかそんな疑わしい疑わしい時にそんな気持ちになれないっていうか、むしろそんなさせないそんな浮気してるかもしれないんだったら結構です、お引き取りくださいっていう感じで、もう触らないでくださいね、お引き取りくださいっていう感じで、そんなさせたくないです私にこう本当に一直線に来てくれて、本当に一途に来てくれて、本当に大事にしてくれてるんだなっていうのを真心が伝わった時に初めてどうぞっていう感じなので、ちょっと共感はできなかったんですけれどもね、そんな他の女の人と会ってるような人にそんなのさせないですなのでちょっとね、考え方は違ったし、しかも2番目の歌詞でなんかあなたに秘密にしてたニュースがある、私の奥に芽生えた命を祝ってって、それもすごいびっくりして、え、どういうことと思って、でこれは普通に気持ち精神的なことなのか、それとももしかしてね、赤ちゃんだっていうことなんですかね。それだったらもうまたホラーだなと思ってそんな浮気症な人のことね、子供とか身ごもっちゃったら大変なのでね、すごいちょっとびっくりしちゃって、真偽は、歌詞の真偽は本当の意図はわからないんですけれどもね、ちょっと内心一生懸命陶酔した感じで歌ってたんですけれども、内心ちょっとねちょっとしながら歌ってましたびっくりしました。こんな改めてこんな歌詞だったんだなと思ってちょっとびっくりしましたね。やっぱりね、本当に自分だけを見てくれて大事にしてくれて初めてねそういう人にね、やっぱりこう捧げたいですよね、全部心も全部ね、って私は思ってずっと生きてきて、そういう風にしていたので、はい、ちょっとそんなにまあ、なんていうかね、不安だからっていうのは分からなくはないけど、ちょっと違うかなっていう風に思いました。でもなんかすごい曲としてはすごい歌いやすくて、すごい陶酔できて歌っててすごく気持ちいいなって思ったので、また歌うかもしれないです。ありがとうございました。松田聖子で抱いてでした。